ここ何があった部屋？他殺。秘密のお仕事、ルームロンダリング。我々が仕込んだ一人目の人間を入居させ、良きタイミングで退去させることによって、事故物件だった部屋はクリーンな空き部屋へと変身します。お隣さんには怪しまれんなよ。人付き合いが苦手な彼女にはぴったりな仕事のはずだった。バスタブの中で手首切って自殺。俺見えんの？歓迎だれやだれば。これだからおっぱいも乗せて。ごめんごめん。お前が死ねばよかったんだよ。隣人との交流はコアットです。未練的なことあって、あのテープをレコード会社に送ってほしいんだよね。女とチューとかしたかったな。タバコ買ってきてくんない？あのミコ、ミコ、ミコ、なんかあなたたちに迷惑かけました。僕があの時部屋を訪ねてたら、隣の人は死んでなかったのかもしれない。お前にしか見えねえってことは、お前しかできねえってことなんだぜ。犯人の顔の特徴教えて。ミコ！ミコちゃん？前はさ、母ちゃんに会いたいか。訳あり物件も自分自身もクリーンにしちゃう。私泣くな、笑え。ルームロンダリング。